定食屋喜楽さん、昭和の佇まいで味も全然変わってないですね。40年ぐらいもう変わってないです。では昼の定食を食べに行きたいと思います。本日のランチはイカから揚げ、鶏から揚げ、卵焼き、厚揚げにきんぴら、小松菜おひたし、牛すき、ご飯、味噌汁ついて990円です。昭和の定食、美味しかったです。喜楽さんの定食はイカ、リングフライ、すき焼き、卵焼き、きんぴらと味噌汁とご飯です。いただきます。
ちそうさまでした。完食しました。どれも優しい味で美味しかったです。